一宮城は、徳島県徳島市一宮町に位置する日本の城。徳島県指定史跡。東山系県立自然公園指定。と、串島市民に参戦定。一宮城の山、一宮城は、南北朝時代に点検を利用した山城で、後に大幅に改修された。東竜王山の北東に伸びた枝尾根の最先端に、あり、本丸部分は、 標高144.3メートル。麓からの飛行は約120メートルの山嶺に築かれ、石垣下は休憩者となっている。北は、悪井川、東は、船戸川、その瀬川が天然の堀として、背後には四国山脈が控えている。一宮城は南城と北城の二城から成り立っている。本丸は北城に属し、明神岩等の狂は、 南城に属し、山陸には、館があったと言われている。一宮城は、徳島県内で、最大級の山城である。三好市と長祖壁市の工房の舞台にもなった。1954年8月6日、徳島県指定史跡に指定。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。阿波国守護である。 小笠原長房の四男、小笠原長州が、一宮宗成を滅ぼし1338年に、この地に城郭を築いて移り住み、一宮神社の分霊を城内に奉仕した。その後小笠原長州は、一宮市を称し、一宮城は、一宮市が代々居城とし、神職も兼ねていたようである。細川頼りゆ南北朝時代に、 小笠原長州は南朝に属し活躍していたが、細川頼春は南朝の切り崩しにかかった。1340年大政城の小笠原義盛白地城の大西市を下して、一宮城に集中攻撃をかけてきた。1350年には、小笠原長州は病死し、息子の一宮清州が上司となっており、細川頼行軍は手始めに、 恵ビス山城を攻め、野田山城を焼き打ちした。その勢いに乗じて、一宮城に攻め入り六周辺を焼き打ちにした。一宮城が、戦場になったのはこの時が初めてである。その後両者はたびたび合戦となったが、1362年、細川頼行軍と戦って敗れ、細川頼行との間では僕を結び、一宮聖州は、 息子の市宮重行に上司を譲り、自身は重心城に隠居した。市宮重行は北朝におりその後細川市の悲観となった。栄章の桜見以降、細川家の内乱でたびたび機内に出軍にした国人衆の中に市宮市の名前が見られる。勝水城にある、勝水吉江塚日、長祖壁元近蔵旗神社所蔵阿波国が、 細川氏に代わって、三好氏が支配すると、一宮氏は、三好氏と、隕石関係を結んで、一宮城の十二代城主、一宮聖介の時には、三好家臣団の中でも重要な地位を占めることになる。しかし、三好長春が、阿波国の国主となると、三好家臣団の重鎮であった、篠原長房が上桜城の戦いで打ち取られ、家臣団も、分裂状態になる。 天正五年三月、三好長春は、細川正幸を討伐するため荒田屋の戦いとなったが、細川正幸に応じて、伊沢頼利、一宮聖助らが兵を挙げ、三好長春軍の背後を脅かした。そして三好軍が、勝水城に引き上げる途中、今切れ城に入城した三好軍を2000兵で、包囲、3日間の攻防戦の上、今切れ城から脱出した、 三好長春を追い詰め、同年3月18日朝自害させた。この法を聞いた、三好長春法の矢野国村は、かつ水城で計り事を巡らし同年4月に、伊沢頼年の陣に攻めかけ滅ぼした。市宮聖助は、孤立状態となり、高祖壁地下死隊を頼り長祖壁元地下と吉見を通じた。これを受け同年春頃に、長祖壁元地下は、 阿波国に進行、大成城を奪取した。異勢に乗った、一宮聖介は、同年9月に、勝水城に向けて、一旦進軍したものの、宮城媒説のことを受け、一宮城に帰城する。その最中、阿波寺軍が、横合いから攻撃してきたが、一宮聖介はこれを破った。 篠原次トはこの状況を打開するため、木木に淡路国の援軍を受け7000の兵で、一宮城を向上した。この状況を不利と悟った、一宮清介は、一宮城を去りア山寺に引きこもった。翌天正6年正月、東郷有穂が、勝水城の城主となったが、翌天正7年12月脇城下で、東郷有穂は打撃を受け敗退。これが、 きっかけとなり、市宮聖助は、市宮城に帰城した。天正八年正月、市宮聖助は、東郷有穂を暴殺しようとしたが、このことを察知した、東郷有穂は、東郷城に逃れ、市宮聖助は念願の価地図以上の城主となった。しかし翌天正九年七月、織田信長の命で、東郷有穂は、長祖壁元近方の西の少女を攻め落とし、 価値に乗じて、かつ水城を奪還し、一宮城も攻めたが、一宮城は固く安易には抜けず、一宮清介も、よく不正だ。同年9月、長蘇壁元地下の名城が、東郷有保と面会し、二万余儀を率いて援軍に、駆けつけると聞き、東郷有保は囲みを解いて退却した。翌天正年月、安は、高城の戦いで、織田信長にし、 小田政権の四国進出の先軍として、阿波国に入国し、東郷有穂と共に、一宮城と、恵比寿山城を治めた。ところが、同年6月2日本能寺の変が起きると、三好安永は急ぎ刑に上がった。この機会を後期と捉えた、長祖壁元地下は2万3000兵を挙げて、阿波国に侵入し、中富川の戦いで、東郷有穂軍を破り阿波国を平定した。 一宮聖助は、中富川の戦いで、土佐勢の先鋒として活躍したが、長祖壁元近のもとに、三好や砂がと、一宮聖助が通じていたことが耳に入った。同年十一月七日に、恩賞の打ち合わせと偽って、一宮聖助を、恵比寿山城に招いた。一宮聖助は、数名の部下を引き連れて、恵比寿山城に向かったが、その途中、 長宗我壁元近の家臣、旗屋介の隊が、一宮聖介を襲った。一旦は逃げたが次第に追い詰められ自害した。長宗我壁元近は、後の憂いをなくすため、深海道前、細川正幸など、阿波国に招き入れた武将を、ことごとく殺害していった。豊臣秀長像、春武井に所蔵その後、長宗我壁元近は、一宮城に、 南城を新たに増築した。家臣である、谷忠志清氏に、南城、江村下都市に急城であるが、北城の城代都市、多数の守備兵を配置した。天正13年5月、橋場秀吉の四国攻めでは、主戦場の一つとなった。豊臣秀長が4万兵で攻城し、一宮城は1万兵でよく守ったが、同年7月下旬開城した。 長宗我部元親が、橋場秀吉に降伏すると、同年9月、橋場秀吉は、八塚家まさに、阿波国を与え、火星は、市宮城を居城とした。石垣を巡らした、現在の遺構はこの時に、大幅改修した。翌1586年に、徳島城を築くとそちらに移り、家臣である、増田も落が城代となった。阿波九条の一つとして、 徳島城の重要な市場に位置づけられていたが、一国一条例によって1638年に市宮城は廃城となった。この時石材の一部は徳島城に運ばれ、集築に使われたという伝承がある。市宮城と周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成一の宮城は本丸を中心に、東西800メートル、南北500メートルの範囲で、斎造丸や明神丸、小倉丸などの車が配置されているほか、倉庫跡、畑跡、貯水池跡や、尾根筋には、掘り切り、横掘り、縦掘り、小極林を廃し、強固な防御としている。八塚家政時代と思われる、本丸部分の石垣は、徳島には、 産出例が多い結晶変岩の野面積みで、角石には立石を用いるなど金星城郭の初期時代と思われる。これらの石垣は、徳島県下では池田城と同規模で徳島城に次ぐ大規模なものとなっている。1817年に編纂された一宮城古城跡垣によると、主要グルワは6箇所、小規模なものを含めると13箇所の丸と呼ばれる。 車があったと記載されている。本丸は最高所に位置している。本丸だけは周囲に石垣が組まれており、廃城後は若宮八万宮と呼ばれていた。石垣に沿っての本丸の大きさは、東北では36メートル、西北では23メートルある。本丸には、天守台がないので、天守が立っていたかは不明だが、当時の一般的な情勢や、本丸の南側に、 祖先跡があることから、天守か天守に相当する、建築物が建っていた可能性は高い。また本丸の東側には一箇所だけここが設けられており、そこには矢倉門になっていた。この部分は少しだけ低くなっており珍しい構造となっている。本丸の石垣の高さはまちまちだが、東側は5メートルに達する。本丸のほとんどは急斜面になっている。 1986年春に、本丸部分の石垣を、徳島市が修復している。本丸の西側に一段下がった場所に釜床ぐるわがある。本丸のここにある石段、本丸の礎石、そして釜床の石組は、同世代の遺構と考えられている。小倉丸の南側にあり、標高は123.4メートルに位置する。 本丸の南側を防御するように作られた細長い車で、車の西南には高さ2メートルの土塁を巡らしている。本丸を背にする方向には土塁はない。ここは中央部に1カ所あり、土塁の長さは内側で58メートルある。土塁は直線的なものではなく、地形に応じて少しずつ湾曲している。また、 土塁の北西に突出している櫓台になっている。現在の櫓台は崩壊しているが、以前は角のある方形の櫓台であったと考えられる。土塁の森土は風化があるためか崩壊があり、傾斜も揺り。また土塁のさらに外側には空堀が巡らされている。この空堀は横移動が可能な通路としても利用されていたようで、西南の孤高と連結している。 小倉丸は、空堀、土塁、そして、倉台から横屋をかける仕組みとなっており、一宮城の南方防御の重要な拠点となっていた。これ以外の北城部分としては、シーマルと水の手丸がある。双方との貯水池を守るように排しており、土塁や縦掘り、縦堀、堀切りで防御している。シーマルは、主要六クルワの中でもとも小さく東西。 南北二十メートルになる。双方とも、本丸方向にそれぞれ孤高が開けている。市の宮城の特徴は様々あるが、貯水池と影滝も大きな特徴の一つとなっている。水を貯めていた土手も切られているが、当時は大きな貯水池があった。この貯水池があったらからこそ、豊臣秀長の猛攻に耐えることができたと考えられている。この貯水池を、 馬蹄型に囲むように、小倉丸、椎丸、水の手丸が配されており、またそれらの車を連結するような、小さい車もあり防御施設が作られていた。西蔵丸は、一宮神社から途上口から最初に到達する、主要車で、三の丸とも呼ばれている。標高は129.2メートルで、車の形態は、自然地形に沿って、不整形で東西に細長く、 クルワ内は平坦ではなく東方向にやや傾斜している。ここは西端の一箇所あり、掘り切りに面している。サイゾーマルの東の端には一段下がってクルワを廃し、そこからさらに北側の稜線上には掘り切りがあり、稜線上からの侵入者を防御している。明神丸の標高は140.9メートル、本丸との高低差は3.4メートルで、本丸より、 明神丸が東北にあることから眺望が良い。二の丸とも呼ばれている。明神丸の周囲にはほぼ一周する細い予備車が取り巻いている。また、北側の大根からの侵入を防ぐための空堀と、階段状の空堀が配置され、北西方向にも二重の空堀が設けられている。またこの空間には、剣山遥か廃所があったという伝承があり、南西部分には、 祖先と元団が残っている。その形より、拝殿、本殿の形成が整った建物があったと推定されている。また、本丸と明神丸の間をつなげていた、長さ64メートル、馬場13メートルの作兵した帯車がある。本丸を防御の意味からも重要な車であった。この南側に一箇所、帯車への孤高がありそこは石子になっている。 これ以外の南城部分としては、倉庫ぐルアがあり、標高89.7メートルに位置し、このくルアは必ず平坦ではなく自然の尾根に少し手を、加えた平地にした程度で、ここから単化した穀物が出土している。また、市宮城には、数多い水に関する資料が見受けられる。伊藤文章、森古伝記、大鼓記、伊保川和市などには、 橋場秀吉の四国攻めで、水の手に絡む、攻防戦が行われたとの記載がある。貯水地以外にも、本丸下にソライド跡があり、また斎造丸周辺に、湧水跡がある。この湧水跡が、当時のものかは不明だが、小さな水源は、数多くあったと考えられている。本丸から、東北方向に、約500メートルの地点に、御天居と呼ばれている館がある。 正確な面積は不明だが、南北約140メートル、東西約130メートルと考えられている。この付近の標高は18メートルで内部には、宿力神社がある。御天居の名称の由来は、土塁囲みの城、館から来ており、日本各地には、領主屋敷のとして地名が残っている例があり、一宮城の館も、堀と土塁で巡らしていたと思われているが、 現在は、そのような意向はなく、水田となっている。この館は、三好式にも、夜に紛れ一宮長戸上へ夜内にぞ入りりける。長戸守は常に下屋敷に、妖怪密しくていたり蹴りとも、敵対軍を持って、門戸を打ち破りて乱入る。長戸守が老中に、木村秘然か見かねて屋敷の案内を知りたることなれば、裏より走り入りて、 長戸守を伴い日、抜け道より落ちけるところに、早敵対制乱入りて、長戸守が最上、敵の肩に引き寄したり、三好木とある。これは、三好実球が、阿波国守護である、細川持高を殺害したことに激怒し、久米義弘が、三好実球の妹婿であった、一宮聖助がいる、一宮城を向上した部分である。 ここにある下屋敷というのは、館、里城のことで、要外厳しくというのは、堀、土塁を巡らした館を指すと思われている。現在の山道も一宮城への土城の一つとして、使われた可能性はあるが、この城の大手は、現在の山道とは違う場所にあったと考えられている。大手は、天馬谷筋に作られた荷の入り口、北町には、 家臣団屋敷のような平地が階段上に配され、現在も住宅地となっている。谷筋を登っていくと保存状態の良い場所では道幅2メートルにもなり、現在の山道より広い。そこからさらに登っていくと分岐点があり、西と東の倉庫車につながっている。物資の搬入路としても使われたと考えられている。絡めては、大手と反対側の南方の尾根続きであったと。 名東軍師に記されている。これ以外にも、出撃や撤収に使われた道が数多くあったと、掘り切りなどによって推察できるが、道に関しては、車と違い、大規模な工事を必要としないため、埋没しやすく廃城後の道とも区別がつきにくく、現在の参道は、整備されているが、推定の大手、絡めてとも整備されていない。一宮城の主要六のは、 大入理で、マス型やクエイのような孤高は見当たらない。マス型は、金星城郭になって、急速に発展するので、市宮城はそれより年代が遡ることになる。また、市宮城からは、河原は出土されていない。これにより城内に建っていた建物はすべていた武器の建設物の可能性がある。市宮城には、横面攻撃の工夫がある。サイゾマル 明神丸を区切る掘り切りから掘り手道を通り、帯狂わへの門へ繋がっているが、ここは一段高い西蔵丸や明神丸の帯狂わから、側面攻撃を受ける構造となっている。この掘り底道には一箇所縦堀があり、あえて、掘り手道を狭くし、侵入速度を遅らす工夫がある。明神丸のここに向かう途中にも一段高い、明神丸から、側面攻撃を受けるなど、 このような側面攻撃ができる場所は多数存在しており、防備に工夫が見受けられる。明神丸からの長望、一宮城から北東、徳島市方向を撮影一宮神社の拝殿、登山口周辺にある、一宮城への登山口。ありがとうございます。